それではいよいよシャッセケープですね。進行方向に沿って踊ります。分かりやすいからこの方がいいでしょうね。はい、ワン・ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・ワン、ツー・スリー・フォーです。はい、男性の足を中心に見てください。今度はここから入ります。あ、男性の足はこちらでしたね。はい、ですか。ワン・ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・ワン、ツー・スリー・フォーです。はい、女性の足を中心に見てください。これもこの方がいいでしょうね。ですか。はい、ワン・ツー・スリー・フォー・エンド・ワン・エンドっていうふうにとってくださいね。ツー・スリー・フォー・エンド・ワン・エンド、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン・エンド、ツー・スリー・フォー・ワン、ツー・スリー・フォーです。女子のタイムが違いますね。はい、次は横向きから見てください。ですか。はい、ワン・ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・エンド・ワン、ツー・スリー・フォー・ワン、ツー・スリー・フォーです。このシャッセケープは、必ずしもきちっと足揃えなくてもいいわけですね。少し横開いたままシャッセして構わないわけです。以上が第2グループのステップでしたね。ここで皆さんの間違いやすい点についてちょっと説明します。芦田さん、ちょっとお願いします。はい、お願いいたします。それはですね、今のプロムナードクローズあるいは16は優しいんですね。その後のシャッセケープのところですね。ちょっとやってみますけど、ここから今こう16が終わったところからいきますよね。正面に向くようにやりましょうね。女性が左足前進してきますね。1、2、3、4と1です。でここで男性が4と1で止まりますので、女性も4と1で止まっちゃうわけですね。でこうしますと、次2ってくるときに次の足が膝がね、どうしても曲がってあんまり綺麗なラインが出ないんですね。ですからここで必ず女性は4と1ととこう出してしまう。男性は1で終わってますけど、女性はもう一歩ねステップがあるわけですね。まあ、エキストラステップじゃないですけど、もう一つ余分にやらなくちゃいけないわけですね。そして膝が伸びてますから、綺麗に2、3、また反対に4と1とってこう出すわけ。その時男性も両方の膝必ず伸ばさなきゃいけないわけです。でこの時男性がよくこう曲がっちゃう人いるんですね。これが一番間違いやすい欠点です。男性も膝を伸ばし、女性も膝を伸ばす。そしてまたそれを繰り返して2、3、4と1と出た時、男性左足でしっかり体重乗って膝伸びてますね。女性ももう4と1とと4歩のステップになってるわけですね。ですか。そして2、3、4、しっかりこれはプレスラインですね。ここでシャッセケープが終わるわけです。わかりますか。こういうところはよく注意してやってくださいね。シート1との前進が遅れないようにしてください。はい。